ブルース・アーマンド・ボークレアは、アメリカが州国コネチカット州出身の、元プロ野球選手。1970年の MLB ドラフト20巡目で、ニューヨーク・メッツに指名され契約。1974年9月11日の対、セントルイス・カージナルス戦で、延長23回裏にダフィー・ダイヤーの代走として、出場し、メジャーデビューを果たす。同年には、 日米野球で日本を訪れており、一行の中には、トム・シーバー、上等理、ウェイン・ギャレットらがいた。1980年、デーブ・ヒルトンに代わる外国人として NPB の阪神タイガースに入団。成績的には平凡であったが、特に大きな穴があるわけではなく、シーズン終了時点で27歳と若か,かったため、球団は契約を望んだが、 ボークレアがメジャー復帰を望んで退団し、帰国した。しかし、結局メジャーに復帰することはなかった。なお、ボークレアの入団は、フロント主導で進められたため、当時の阪神監督のドンブレーザーはこれを、フロントによる現場への介入と認識、シーズン途中で退団している。前年に、阪神に在籍した外国人選手のリロイスタントンと合わせて、スカタンニ・ボンクラなどとも呼ばれた。 ありがとうございます。